クズな友人。友人の話。その友人を A とする。 A の友人に B というやつがいた。と言っても二人が会ったのはつい数年前で、俺も B には2、3回会ったことがあるだけで、直接喋ったことはなかった。 B はなんつうか陰気な雰囲気を持っていた。ある時期 A は B と桃鉄が原因でちょっとした喧嘩をしてしまった。それからしばらくはなんとなく気まずくて会うことはなかったそうだ。そんなある日、B から電話がかかってきた。今から A に来ないか？と。A は胸のつかえが取れたと喜んで、そいつの家に行った。ドアをノックして中に入ると真っ暗。こっちだ、こっち。B の声に誘われて部屋に入る。その部屋も、何本かのろうそくの明かりのみ。A は、どういうこと？と聞くと、今停電してるんだよ。まあそこに座りなって。ああそうか。と A が座った瞬間、ボン、と周りの何本かのろうそくが、音を立てて消えたそうだ。うわ、と驚く A の目の前で、B が A めがけてろうそくを吹き消した。次の瞬間、見えない何かが背中にずんと乗っかってきた後、ぐにゅーといった感じで、自分の中に入り込んできた感触があった。そんな感覚に驚きながらも、危ねえなてめえはよ。むっとして A が言うと、B は部屋の電気をつけて、ニヤニヤ笑いながら、バカじゃねえのお前。と態度が急変。今の儀式でお前に貧乏神がついたよ。いやー、苦労したよ。こいつをこの部屋に連れてきてさ、この部屋に閉じ込めるのは。A は急激に腹が立って B をぶん殴った。そして、俺に一体何をしたんだ。と怒鳴ると、B は鼻血を出しながら、言ったろうがよ。おめえに霊を取り付かせたんだよ。おめえが土下座したら許してやんよ。おら、さっさとしろ。クズが。と、狂ったように叫ぶ。この野郎。と、また A は B を殴った。何度も、何度も。しかし、B の態度は変わらない。A は最後に、近くにあった PS2 を思いっきり B に投げつけて A に帰った。その日から夜中の3時近くになると、頭痛と耳鳴り、そして気持ちが悪くなり、何度も吐く。といった日々が続いた。医者に行っても原因不明。薬を飲んでも全く効かないそうだ。B の家に行っても誰もいない。毎晩の吐き気で眠れない A は、軽いノイローゼになったらしい。そして、このままじゃまずいと思った A は、霊感があるという友人、C に相談した。すると、電話じゃなんだから、ということで、C と直接会うことに。C は A を見るなり、ああ、嫌な感じがするなお前。と言った。どうすればいいのかな？と、A が聞くと、C は、とりあえず、その B の家に案内してくれ。そして二人は B の家に。相変わらず人の気配はない。郵便受けには、広告や手紙が詰まっている。と C はうなった後に、今から行くか。と、C は A を自分の車に乗せた。どこに行くの？聞く A に、C はタオルを渡して。それで目隠ししてくれ。と言う？え？なんで？いいから俺を信じろって。助けてやるからさ。着いたら起こしてやるし、しばらく寝てろ。と C が言ったので、じゃあそうするか。と、A はタオルで目隠しをして、後ろの座席で横になった。横になり目を閉じて車に乗っていると、なぜか子供の頃を思い出して、懐かしい気分になった。車は左右に曲がったり砂利の上を走ったり、しばらくすると、C は携帯でどこかに電話をしている。今から行くから。ああ。そのうち A は、妙な安心感からか眠ってしまった。
おい。着いたぞー。その声で A は目覚めた。反射的に目隠しを取ろうとする A を、C は、まだ取るなって、と止めた。そのままでた A は、何人かの人に腕を取られながら、どこかへと連れて行かれた。砂利の上を歩いているのが、足の感触でわかった。途中から靴を脱がされて、建物の中に入っていく。久しぶり。という C の声と、ああ、この子か。と低い誰かの声。しばらく行くと、着いたから座って。と、C に言われ、その場に座った。床が冷たかった。何かお香のような匂いがする。が、妙に落ち着き、そしてなぜか、泣きそうになる匂いだった。目隠しとるぞ。と C が言って、タオルが外された。暗い。何本かのろうそく。まるであの時の、B の部屋のようだった。上を見ると、かなり高い天井から、何本かのロープがぶら下がっている。部屋の四隅にもロープやお札。目が慣れずうまく見えないので、目を細めてじっと見つめようとすると。こんばんは。と低い声。見ると、誰かが自分の前方に座っている。見た目はヤクザ。その人は立ち上がり A に近づいて。そのまま。と、A の目を親指で赤んべいするように、目の下の皮を引っ張った。そして A の目をじっと見た後。かわいそうにな。今まで辛かったろ。よく頑張ったな。と優しく言った。心身とも疲れていた A は、その言葉を聞いてボロボロと泣いてしまった。うん、それでいい。とりあえず、無理に泣きやもうとせんで、力を抜いて感情に身を任せやええでな。と、少し言葉に鉛があるヤクザは、A が泣き止むまでじっと待っていた。A が泣き止むと、息子から大体のことは聞いたが、君の言葉でもう一度、その時の状況を事細かに教えてくれんか？というので、A はそれに答えた。するとそのヤクザは、やはりな。お前さんについとる霊は、ここにいてはいけない霊だでな。それはな、いわゆる自爆霊というもので、本来は人でなく場所につく霊なんだよ。だが君の友人があるやり方したもんで、自爆霊をついていた場所から引き剥がして、君の体を霊のつく場所にしてしまったんだ。今から引き剥がすで、力抜いてそのままでな。と、A の後ろに回って、砂のようなものを首になすりつけた。その後、お経のようなノリトのようなものを唱えながら、シャンシャンと鈴のようなものを鳴らし始めた。A の体は一定の感覚で、ブルル、ブルル、と震えたそうだ。そのうち頭がクラクラし、意識が朦朧とする。最後に体が立ち上がるほどブルルルっと震え、何かが自分の体から抜けていった。その後、そのまま車に乗せられて帰ることに。頭はぼーっとしたままだ。だが今度は目隠しはなし。悪かったな、目隠ししちまって。ああいうのはさ、場所とかの先入観ない方が成功しやすいからさ。と、遠くで聞こえる C の声を聞きながら、A は眠ってしまった。気がつくと A の前、C に起こされ目が覚めた。外はすっかり夜になっている。C は、今日は俺が一緒に泊まるよ。と、でかい荷物と共に A の家に上がり込んだ。そして家の中をうろうろした後、A の家の見取り図を紙に書いて、ファックスある？と聞いたので、ない。と答えると、それじゃあ、と C はコンビニへ行き、ファックスをした。A は C に、何が始まるの？俺はもう大丈夫なんだよね？と聞くと C は、まだ終わってないよ。きっとそのうち引き剥がされた霊がお前のところに戻ってくる可能性がある。これからその対策をする。と答える。すると C の携帯に電話が。
どうやら先ほどのヤクザかららしい。CYA の家の見取り図を見ながら。うん、そう、そっちが来たね。ああ、やっぱりこのルートね。と、ひとしきり喋った後電話を切り。今から、帰ってくるレイを追い返す処置をするから手伝ってくれ。近くのロジャースで全身が映る姿見を変え、家に帰る。C は、先ほど書いた見取り図を指しながら。お前の家のここ、ここが霊道になってるのよ。霊道ってのはさ、もしお前の家に霊がやってくるとすんだろ？その場合、霊が通る場所ってのがあるんだよ。それが霊道ね。今からその道に障害物とかを置いて、通行止めにするんだよ。どうやら A 宅の霊道は、玄関から入りまっすぐ廊下を突き抜けて、外に出るルートらしい。最良のルートだ。と、C は言った。そして、持ってきた荷物の中からいろいろ取り出した。廊下の端に、祭壇のようなものと日本酒の入ったコップ。廊下を塞ぐような形で姿見を置いた。何でもこうすることにより、玄関から入ってきた霊に、鏡に映った自分を見て死んでいることを気づかせる。また、鏡にはいろんなものを反射する力があるので、鏡にぶつかった霊は、鏡に跳ね返されて戻っていってしまうらしい。これを何日か続ければ、霊は消えるか他の場所に行ってしまう、と C は言う。その夜、C はいろんなことを教えてくれた。A を連れて行った場所が C の実家である神社であること。A の除霊をしてくれたのが C の父であったこと。B の家は軽率な行動のために、関係ない霊までが集まってしまっているのだが、おそらく間違った結界を張ってしまったために、霊たちがあの場所から出るに出れない状況。それに耐えられず、B はあの家にいられなくなった。または、死んでいるだろうと。結局、その夜は何も起こらなかった。A は久しぶりにまともに眠れた。次の日、C はそのまま仕事に行き、A はバイトに行った。その際 C はいくつか A に注意をしていった。日本酒は毎日取り替えること、鏡はできれば動かさないこと、特に夜は、絶対にあの場所に置いておくこと。できれば塩も持っておくこと。など。そのことを A はきちんと守った。そして何日後かの夜、A はある物音で目が覚めた。耳を澄まして聞くと、ミシッ、ミシッ、と、何者かが廊下を歩いている。帰ってきやがった。そう思いじっとしていると、ガン、ガシャーン、と、何かが落ちる音が。A が震えていると、いつの間にか物音は消えてしまった。朝、廊下に出てみると、廊下の脇に置いてある洗濯機の上のものが、廊下に散らばっていた。その日、A と C はファミレスで会う。A が昨晩のことを話すと、ああ、そりゃあ。霊のやつがむしゃくしゃしてやったんだよ。C は笑いながら言った。やな霊だなおい。ま、そんだけ効果があるってことだからね。できるだけ廊下付近には余計なもの置かないこった。と、C は言って帰って行った。早速廊下付近のものをなくした。やがて廊下を歩く音にもなれ、朝起きて夜ぐっすり眠るという。普通の生活を取り戻し、ついに霊は現れなくなった。C も A の家に来て。これならもう大丈夫。ご苦労様でした。と、事件の終わりを告げた。しかし、こうなると気がかりなのは B の行方。C に聞いても。別に知ったこっちゃねえんじゃね？まあ、死んだところで自業自得だしな。と、全然気にしていない。まあ、C と B は直接会ったこともないので、そんなもんなんだろう。数日後、A と B の共通の友人から、B のことを聞いた。C の言う通り、B はあの後すぐ実家に帰って、そこで暮らしていたそうだ。C
その数日後の夜、B はその父親に、殺されたという。B の父親は、この世のものではないものに、腕を舐められた。と、わけのわからんことを言っていたそうだ。A はこの話を俺に教えてくれたとき、絶対に人に言うなよ、と言っていたが、俺に話すということは、言ってもいいってことなんだなと解釈したので書き込ませてもらいました。出番待ち。高校の時、部活の合宿で学校所有の臨海寮に泊まった時のこと。寮の建物は学校の木造旧校舎を移築したもので、お約束のごとく幽霊の目撃談が絶えないワクテカスポット。だから行きの電車の中では部員全員で、百物語&肝試しやろうねー、と、大盛り上がり。一人だけ霊感の強い先輩がいい顔しなかったけど、圧倒的多数の賛成で早速その日の夜に決行することに。でもいざ夜になったら、全員が泊まる予定の大部屋に船虫が大量発生。全員女子だったから、ギャーギャー悲鳴上げまくって、結局数人単位で他の部屋に移動。船虫ショックでテンション下がりまくり。その日は全員各部屋でおとなしく就寝することに。そして結局、百物語も肝試しもやらずに合宿は終了。ところが帰りの電車の中で、肝試しやりたかったねー、なんて話してたら、なぜか霊感の強い先輩も、そうだねー、と、同調。あんなに嫌がってたのになんで?と、思ったら、船虫騒ぎのあった夜、みんながパニクって部屋の中で大騒ぎしている時に、窓の外からおじさんの霊が寂しそうにこっちの様子を伺っていたらしい。先輩は、あのおじさんもせっかく張り切ってたみたいだったのにね。って言ってた。